はい、毎度おなじみルローの番組のザ・クラブでございます。最近ではなんですが、新型肺炎なんていうのがね、もう世の中をねすごい勢いで伝播しているわけでございますけれど、この番組がね皆さんのところにどんどん伝染していくことを祈っております。さあ今日のテーマは毎回それやっていただけるってことですね、はい、あ、わかりました。今日のテーマはこちらです。春に聴きたい曲トップ3。例えば春って言っても俺3月と4月じゃやっぱ曲のイメージが違うからね。4月頭にしましょう。じゃあ4月入って新学期と言いますか。あ、なるほどね、はい、3月だったら俺例えば、はい、遠藤道郎の仰げば尊しとかね、はいはいはい、とかありますけど4月、はい、4月にしましょう。あの1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなんていうね言葉がありまして、1月は行ってしまう、2月は逃げて行ってしまう、3月は去って行ってしまう。さあ4月はというと、4月は知り合う新しい誰かとなんて言われておりますけれども、今日ずっと引きずってません？なんか何が、まあだからね、やっぱり4月は出会いとか新しいものが始まる曲ということで、はい、まず一発目はエレファントカシマシ、4月の風。はいはいはい。風が誘いに来たようだっていうかね、はいはい、明日も頑張ろう、愛する人に捧げよう、ね、4月の風はいいんじゃないでしょうかね。最近宮本さんの登場率が高いですね。高いよね、たまたまなんだけどね。まあでも4月の歌はまず一発目はこれですね。 あともう一個はじゃあ真島正俊さんのドライブしようよ、はいはいはい、ドライブしようよ、ドライブしようよ。3枚目のアルバムかな、ローライフに入ってた気がするけど、ソロの方ですね。うん、マーシーのソロアルバム、春のいい日に遠くへ行こうっていうね、ドライブしようよっていう。やっぱ今なんでしょう、若者の車離れというか、車乗ってねどっか行くっていうことも少なくなってきて、ドライブデートなんていうのも減ってるけど、やっぱ4月春にはこの曲を聴いてドライブに行きたいなんて。やっぱそうすると、私なんかは愛知県出身ですからね、やっぱトヨタの車がいい。トヨタの車っていうのはあの当時ね、ルールがあって全部 C で始まってたんですよ、はいはいはい、クラウン C ね、はいはい、カローラ C ね、はい、クレスタ C、はいはい、チェイサー C、コロナね。やっぱ新型ウイルスがね今すごい流行ってるということで。あ、なるほど、考えてましたね。いや偶然あとね、あんまりみんな知らないかもしれないけど、俺がすごい好きなパンクバンドがいて、はい、ケンジ&トリップスっていう、はい、俺が中学の時すごい好きで、ブラボージョニア、今夜もハッピーとかやってたんだけど、ケンジさんがソロアルバム出したんですよ。オンタイムってアルバムがあったかな。ソロアルバムの一発目の一曲目がハッピーニューエイジって言ったんで、はい、別に4月の歌って感じではないけど、新しい風が吹き通りを駆け抜けた俺たちは鉄骨の隙間からちょっとだけ顔を出すって言ったがあるんだけど、新しい何かが始まる瞬間にいつも聴くのが好きなんで、新しい学校生活が始まる、新しい会社生活が始まる、まあ今のこのご時世で新しい通院生活、病院に通う方も増えるでしょうから、皆さんお体だけはくれぐれも大切に。コロナ禍なんでしょ